はい皆さんこんにちはということで今回は釣り用ミみ水の増やし方5分で解説いきたいと思いますよろしくお願いしますはい以前にね釣り用ミミ水の増やし方っていう15分の動画を上げたんですけど今回はこれを5分にギゅギュッと圧縮したいと思いますよろしくお願いしますまず基本アイテムからですねまあしまミ水ミと飼育用の容器ココナッツ繊維新聞紙 段ボール、落ち葉には土、この辺があるといいと思います。であると便利なものは、切り拭き、新聞紙、これは切ってないもの、あとは布団収納袋、または洗濯ネット、あとは防草シートですね。この辺はまた写真付きで解説します。島マミミズは、と釣具店に売ってます。ミミズちゃん、クマ太郎とか田舎ミミズってやつは、中を覗くとね、シマシマのミミズがいるんですけど、まあこれを使ってみると、 といいと思います。で、飼育容器なんですが、基本的には何でもオッケーです。ご家庭にあるものでもオッケーですが、私は45センチ、直径くらいの100均のこのたらいを使ってます。まあ、プランターとかね。他にもプラスチックのケースとかある人はバケツとかでもいいんで使ってください。はい、まあ床材となるのはココナッツ繊維ですね。これはね専用の動画上げてるんで、よかったら概要欄から見てください。 でここに新聞紙段ボールですね。これは臭いの吸着とか、まあ床材にもなります。はい、あとは落ち葉庭土なんですけど、これはね微生物がいないとミミズが生きられないっていう特徴があるので、この微生物をね箱の中に入れてあげるっていう意味で落ち葉庭土は入れます。と切り引きはまあ、加水するためですね、湿気を保ちましょう。新聞紙はこんな風に。 上をカバーする役割で使いますはい布団収納袋はね結構便利なんで使ってくださいまあ何に使えるかというと、まあ、防,防虫の対策というかね害虫が入ってくるのをまあ防ぐっていう感じですねこの動画もあるんでよかったらご覧くださいこんな風に使いますで最後に防装シートですねこれはまあ遮光の役割を果たすのでミミズは光があんまり好きじゃないから まあ最後にね箱を覆ってあげるときに使いますはいちょっと具体的に見ていきましょうココナッツ線はねさっき言ったこれを使いますこれは大体ね2センチぐらいのこぎりで私は切ってあげてこんな感じですで 500ml ぐらいのですね水を入れてあげると、まあ、ふわふわふわってこんな感じで膨らんでいきますでここに膨らんだらここに、うん、と段ボールと新聞紙これは細かく砕いたものですね 私はシュレッダーにかけてますが手でちぎっても構いませんでしっかりとこれをねココナッツ繊維と混ぜながらさらに霧吹きで水分を加えていきますこれ床をあの土を握って水が滴り落ちないぐらいが、まあ、ちょうどいいと思いますでここに早速ミミズの投入ですしまみ水ねこれ静止画なんであんまり分かんないかもしれないんですけど、まあ、勝手に中に潜ってきます なんで別に特に土の中に埋めてあげる必要もないと思います。あとはさっきも言いましたがこういうふうに微生物を足してあげるために庭の土とか、まあ、近くに山がある人は山に行ってその土を持ってきたりとか落ち葉を入れてあげると微生物の力を借りて長く生きることができますで上の方にねこういうふうに新聞紙をかぶせることによって、まあ、湿気を保ってくれます。 ミミズはまあ湿気が好きだし乾燥が好きじゃないのでこういうふうに新聞紙をかぶせてあげることによってまあミミズがが好きな環境が作りやすいです。いで最後はこういうふうにカバーをしてあげて布団収納袋とか大きさによってはね洗濯ネットとかが100均のもの入ると思うんでこれでしっかりかぶせてあげてくださいで箱を防草シートで覆ったらおしまいです、まあ、こんな感じでね手順は、 5分ぐらいで説明できたんじゃなないかなと思いますで、うん、と直接ね、あのー、映像で見たい人はこっちの釣り用ミミズの増やし方15分の動画をゆっくりご覧いただければと思いますじゃあ今回はこんなぐらいですかね、まあ、釣り用ミミズの増やし方を今回は5分でぎゅっと圧縮して作らせていただきました、まあ 好きな方を見ていただけたらと思います。短い方がいい人はギュギュッとしたこちらと、長い方をゆっくり見たい人は15分の動画をよかったらご覧ください。ということでありがとうございます。皆さんも素敵なミミズライフをお過ごしください。お疲れ様です。